はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします。ビップです。ということで本日の動画はですね、ガチャ動画でございます。ありますいやガチャ更新来ました。こちらはい、一流種追加ですね。やっとシリーズ2の野手追加したんちゃう。これずっとピッチャー続いてたんで、野手どこやるなと思ったらファーストでしたね。でガチャがドラフトと小森スカウトということで、まあ僕の得意な小森スカウト来てるということで、これはねもう狙いの選手はパッと見正直一人ぐらいやね。ちょっと見ていきましょうか。まず頓宮選手がまあ強いね。強くなったね。だいぶ頓宮選手強くなった。で超広角チャンス左投手ということで、普通に強いですね。しかもキャッチャー守れるんで、これオリックス純正必須よね。頓宮選手どっち。で中村晃選手ね、中段道。まあ中村選手はね TS 出たっけ。 TS 出たよな今年確か。ちゃうっけ、あれ気のせいか。確か TS でライドラが出てたんで、まあ正直ライドラとかの中村選手が強いよね。でや山、違う、びっくりした。や山川選手かと思った。渡辺選手ですね。おかわりくん3世かな。何世、何やったっけ。違うか、おかわりくん3世ではないか。なんかそんな呼ばれ方してなかったっけ。プルヒッターレバツファイ、外国人の特能、外国人しかつかない特能で鈴木デイチ選手ね。鈴木デイチ選手なんかちょっといやんみたいななってない、なんかうちからなんかちょっとこの辺隠してる、なんかいやんみたいな感じの打ち方になってるね。なるほど。で茶谷選手、低弾道なんや。茶谷選手もね、あれ茶谷選手やったっけな、あれプロスピやってなかったっけ。茶谷選手ってなんかプロスピのあのプロの大会で出てたような気する。あれ茶谷選手じゃない、あちゃわ、あれ茶谷選手ちゃわ、ごめん、茶谷選手じゃないわ、川村選手や。そや、茶谷選手低弾道なんや。なるほどね。そして清宮選手ね、ミートが低いな。やっぱりミート高かったらな。でしかもプルヒッターなんで、アーティストやのにもったいないな、使いたいけどな。オスナ選手はライン、オスナ選手ね、ちょっと微妙に俺なんか使いたいから A ランク集めてたんですよね。当たったら多分ね超3とか超4ぐらいまでできるんで使いたいっすね。合格ないけどね。その分に関してはやっぱサンタナの方が強いんかな。ソティがパワー77、ただ特の厚いね。超アーティスト降格チャンスなんで、チャンス発動したらミート B 行くしね。うん。で大山選手来ました。大山選手ね、シリーズ2降格外れるんじゃないかと噂されてましたけど、外れてない。うん。しかも連発がチャンスになってるんで、だいぶ強い。この大山選手普通にセレクションの大山から俺継承します。これはこっちの方が強い、ダントツに。能力守備的にもあんまり変わってないからね。うん、欲しい。で テンションもまあフルヒッターは外れなかったね。やっぱりあれね、最近ね鈴木誠也選手使ってるんですけど、広角なくてもね結構飛ぶことが分かったんで、ただねやっぱプルヒッターがついてるというので使いにくいって感じかな。うん。でマクブルーム選手も確か超プルヒよね。うん、そうやね。左投げ右打ちというちょっと特殊なね、マクブルーム珍しい。うん。でビシエドも今年アニバーサリー落ちたので、結構ここでゲットしとかないといけない選手にはなりましたね。あれ落ちたよね、アニバーサリービシエド落ちましたよね確かね。超広角パーヒー左投手か。なるほど。はい、っていうことでじゃあまずこもりましょう。はい、こもらビップをいきます。狙いは大山選手。これはねあの自チームの A ランク選手当たるんか。あ、ちょっとねつもり選手ね使ってみたいんで、つもり選手は A ランク欲しいから、ここでこれでいくわ。ソフトバンクでいくわ。いきます。1回目。なんかさあの茶谷選手のさ低弾道の話したやんか。でなんか低弾道って言ったらもうノイジーじゃないですか、今このプロスピ界隈って。でそのノイジーの件、この前僕低弾道の件について触れたんですよね。ほんならコメントでこういうコメントが来てて、これバリュー、じゃあオールビーか、オールビーや。なんかそのこういうコメントが来てたんですよ。ノイジーはグローブとバットは叩きつけないけどボールは叩きつけるくらい紳士なんですみたいな失礼やろノイジーに。なあノイジーに失礼でしょ。で片やもう一つではノイジーの意地っていうコメントもありましたしね、うん、ノイジーの意地ねもうね久々にちょっとだからちょっとねずっとこうなんか思い出し笑いしてた。ノイジーの意地って何言うてんねんほんま。ああその僕がねあんまりこう試合見てないから分かんないですけど、やっぱノイジーってボールあんまり上がらないみたいですね。だから低弾道で打倒っていう方がほとんどでした。はい、なので結果ノイジーは低弾道です。うん、これはもう変わらない。はい、あれ来い。いやー最近小森スカウト1回目とか2回目で来たことないで。これもなさそう。ほらもうやばいって、もう終わるやん。ちょ頼む、ここへ出てくれお願い。やばい、ラスト3回。来た、よし来い。カメラくんだ、盗撮ダメ、やめてくれよ盗撮。よしはい、ソティーか。いや悪くない、ソティー悪くないよ。うん、
ソティ悪くない。オッケーオッケーオッケー、よかった、最後まで行かなくてよかった、とりあえず。うん、さあここ大山当てるか。うん、大山当てよう。皆さんあれ、伊藤博美選手のインスタのストーリー見ました？あの多分今 X とかでもかなり話題になってるんですけど、あの誹謗中傷のね、あの DM が来たっていうね、そのストーリー見たんですけど、まあひどい。うん、もうちょっと読めないっすね。あの口に出せないぐらいの言葉書いてた。あーこれオルビーか。口に出せないぐらいの言葉書いてたんでちょっと読めないっすけど、あのね、僕もねたまにそういう誹謗中傷来るんですけど、あの僕って本当にノーダメージとかあんまり気にしないんですけどね、ああいうのって送るのって、あのね、もう人間じゃないんですよ。これ毎回言ってるんですけど、ああいう言葉を送れる人って人間じゃないんですよ。もうね、ライオンに育てられたとか、もう動物に育てられたとか、もうそういう人やったらわかる、まだああいう文章送るのは。ただもうね、普通の人間じゃない、ああいう文章送れない、本当に。だから本当にどっかもう頭がおかしいで、あとはもう動物とかに育てられた、もう動物よりもひどいかもね、ああいう言葉を送るんで。だからね、そういう人たちが送ってると僕は思ってるんで、誹謗中傷って。だからもうあんまり気にしないんですよ、僕本当に。ほとんど気にしない。でそれか、まああと可能性があるとしたら、小学生とか本当に今中学生、まだそのなんていうかな、あんまり社会を知らないような、もうなんかこういう言葉言っても傷つかないかなっていうね、小学生とかってまだやっぱ小学1年生とか2年生やったら、そういう認識ってあんまりないと思うんですよね。だからもうそういう方かなと思ってるんで、だからそういう方がね言っててもあんまりこうダメージっていうのはないじゃないですか、気にしないじゃないですか、そういう方が送ってるって考えたらね。ただある程度いった年齢であれ送ってるって、もう人間じゃないんだよ。はい、で本当にね、ああいう言葉を送れるなんていうかな、もう神経が僕にはわからないというか、うん、 S ランク出えへん神経もわからんけどな。うん、 S ランク出さへん神経もわからんわ俺は。プロスピオ、コナミオ、調子よ、調子くん、あとでしばく、どこにいる、ここか、 OK、 ロックオン、ノイジー、ノイジー、ノイジー。ちょっとほんまにね、動物とかに育てられたんやろね、ああいう人って。本当にマジで、なんであんな言葉をね人に言えるんかな。だって文章もね、見た文章、見た文章、文章がマジでもうね、あの大人が書く文章じゃないんですよ。もうなんかボールに頭打たれてみたいな、なんかもうね、まず文章がちゃんと書けてないから絶対にね大人じゃないんですよ、あれ多分。もう小学生とかだと思うんですよね。だから本当にね、伊藤選手はね、まあね、言われたらやっぱりこう来るかもしれんけど、気にせずに頑張ってほしいですね、マジで。さあ暗い話題はねこの辺にして気を取り倒していくぞ。もう何回目か分かりません。はい、あ、これ来た、これ来た、よしよしよし、カメラ。いやー、これ S ランク来るときもう分かるわ。もうなんかね、あのページ、あの調子くんの胴上げのシーンに変わった瞬間に、もう後ろの音声が全然違うわ。やっぱゴンザレス、うん、ゴンザレスニューでしたね。後ろの声が違う。はい、伊勢やん。島内選手なんかすごいな、島内選手すごい一点見てるすごい無我夢中で一点見てた今。さすがに無理かな、ドラフト1位むずいよな。4000エナジーやったのにもうエナジーないわ。これラストです。はい、皆さんこれ S ランク出て、頼む、最後出て、おい頼む、最後お願い。うわ、ないわ、最悪。ちょっと S ランク出たら終わる、もうさすがに追加したけど一応お願いします。でオール B やね、ほんま。中日があれでしょ、あの10敗してる、その先発陣の10敗カルテットみたいなのができたみたいな聞いたよ俺。なんかあれ防御率しかもかなりいいのに10敗ってやばいよね、あれ。なんか立浪監督に対してなんかファンが暴言言ってる、なんかあの動画見てどう思いますかっていうコメントとか結構来たけど、まあ別にどうもは思わないけどね。まあ仕方ないわな、結果残せんかったら言われるからな、監督っていうのは。うん、まあしゃあない、まあけど誹謗中傷は良くないけどね。うん、誹謗中傷は良くないよ。けどまあああやってこう責められるのはね、まあ仕方ないよね、メディアからもそうやし。え、もうこれ終わっていいな、 S ランク出る気配ないねんけど。やばいって、天井行くんじゃんこれ。いや終わってるわ、終わってる。俺2番追加したよな。え、2番ってこんなすぐなくなんの。終わり。もうマジでふざけてるわ、もうマジでほんまムカつく。もうやめたのかな思ったけど、動画もうしゃあない、もう S 出るまでやるわ。え、ちょっと待って、今日ってさ、こんだけさガチャ引いてさ S ランク1枚しか出てないよな多分。
え、そうよな、絶対子守スカウトの S ランク1枚しか出てないよね。そうだよね。あ、やっと来たわ。カメラ、もうこれさ、もうここまで引いたらね、最後まで引くしかないんすよ。もったいないから、もう今日はここで終わるけど。あー、誰、これ大山選手じゃなかったらもうほんまにやばい。終わりー。